ガリュウです。最近私タイラバの仕掛けが少し変わってきました。以前はですね、スイベルを使ってネクタイスカートを留めて、そのスイベルの片方の藍をシンカーに仕込んだゴム管に刺してですね、半固定するということを長年やってきたんですけども、いやこれ全く問題ないし全然いいんですけども、だけどですね、最近は簡素化というかですね、まあ先祖返りというか本当にシンプルな仕掛けでやってます。それもこれも視聴者さんに教えていただいたピアスキャッチ、まあ、これに出会ってから考え方がすごく変わってきたんですね。まあ、最近の仕掛けはこんな感じです。 C ハンターに針を結びつけ、2つ折りにして適当にずらし、程よいところで8の字結び、まあ、そしてピアスキャッチを2つ通すと、基本はこれだけです。これの素晴らしいところは、なんといってもネクタイの取り替えが簡単なことなんですよね。ニードルとか先の細いピンセットとか道具は一切使わずに、この部分をこうやってずらす、それだけで取り替えが簡単にできると、これが素晴らしいんですよね。簡単に取り替えられるということは、今まであまりにも耐久性がなくて自重していた弱いマテリアルを使えるということです。ちぎれたり穴が開いたりしたら即座に取り替えられると。で、これは何かと言いますと、パールカラー千代紙、そしてホログラム千代紙。千代紙って言っても実際は紙じゃなくて塩化ビニールです。これをいつものように蚊取り線香状にカットして使うというものなんですけども、ただ先ほど言いましたけども、やはり強度がないんですよね、全く。はい。素材もすごく薄いし、最近よく流行ってるうまい棒とかポテチのパッケージよりもはるかに薄いんですよ。なのでこのようにハサミやカッターでカットした場合はですね、こういったちょっとしたギザギザがどうしてもできちゃうじゃないですか。でそこからちょっと軽く引っ張っただけで、ほら、やっぱりこのギザギザ部分があるとですね、すごく弱いと、そこからバッと切れ目が入って切れちゃう、裂けちゃうということですね。でもこちらの方はその継ぎ目というかギザギザ部分がほとんどないです。このようにうまくカットできたら、引っ張ってもほら、このように内部の模様が壊れるまで伸びて耐えるんですよね。まあ、かなり強くなります。まあ、もちろん思いっきり引っ張ったら切れますけどね、それでもかなり強いと。で、私の場合これをどうやってカットしているかというとですね、こちらになります。ちょっとこれ商品名はわからないです。知ってる方いらっしゃったらコメント欄で教えてください。これはダイソーで売ってます。まあ、なんて言うんでしょう、ポットとかを置いて回転させる台とでも言えばいいんでしょうかね。まあ、あの中華料理の円卓の回転台をすごく小さくしたようなものです。はい、これにカッターマットを丸く切ったものを乗せて両面テープで留めているだけのものです。まあ、この上に軽く水を霧吹きして、その上にシートを置きます。そしてこれも購入していただかなければならないかもしれませんけども、オルファの 18mm のロータリーカッターですね。以前ダイソーにもロータリーカッターは取り扱ってたんですけども、最近は扱ってないですよね、確かね。はい。そしてこれはすごく径が小さいので取り回しがすごく良くて使いやすいです。概要欄にとりあえずリンクを貼っておきます。あとは回転台を回しながらカッターで切っていくだけです。コツとしてはカッターの方はあまり動かさずに回転台を回すということ。まあ少しやればコツはつかめると思いますので、ぜひやってみてください。1枚のシートからこれだけ長いものが取れました。もちろん太さによって取れる量は変わってくるんですけども、皆さんならですね、いろいろなカット方法を編み出しそうですよね。すごいものを編み出した方はぜひ教えていただきたいと思います。これは蚊取り線香状にカットしましたので、当然切り始めのものは R が緩やか、終わりに近くなればなるほど R がきつくなって、いわゆるカーリー度合いが増します。なのでまあ言い方ですけども、この V の部分の使い分けも楽しめるということになります。ではですね、また水中映像を見ながらお別れしたいと思います。
何か役に立ったりためになったりすることがあったら、ぜひいいねボタンをチャンネル登録していただけると、僕のモチベーションもバーッと上がりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、また。